嬉しいニュースです。12月23日から新発売のお菓子が増えました。アジカルってメーカーさんでおせんべいが美味しいんだよね。あれ、でもこのおせんべい見たことあるような、パッケージはお正月バージョンだよね。あれ知ってるよ、そうだあれだ。ディルディーリンのお菓子、中身が似てますね。まだクリスマス前だけど、なんでお正月のパッケージになったか。実は発送が遅れてるんだよね。12月23日のお知らせです。発送予定は12月31日以降です。発送にかかる日数について、東京ディズニーリゾートショッピングをご利用いただきありがとうございます。現在多くのご注文をいただいており、グッズの発送まで数日かかっております。お客様にはご不便をおかけいたしますが、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。今日買ったお菓子は来年に届くから。クリスマスパッケージのお菓子は販売できなくなってるんだね。このディルディーリンのパッケージ紙でしたが、可愛かったから残念だな。今回のも紙のパッケージなんだよね。お菓子缶は海外で作られてるものが多いから手に入りにくくなるかもしれないね。手に入らないといえば、また遅延になる商品があるみたい。これスーベニアポップコーンケース、12月26日発売だったんだけど、なんか発売延期したみたいで、サイトには1月中旬からってなってて、変なんだよね。遅延する商品多くないですか？海外の影響だなってじわじわ感じますよね。続いては値上げラッシュのニュースです。ニュースで話題になってたけど、ミスタードーナツが来年の3月から値上げするんだって。ミスタードーナツを運営するダスキンは23日、来年3月1日にドーナツやパイ、マフィンの33商品を値上げすると発表した。原料の小麦粉や食用油の価格が高騰しているためで、現行価格から1個10円程度の値上げとなる。現行価格から1個10円程度の値上げにより、最大約 9% 価格が高くなることになる。小麦粉や食用油の価格は世界的な需要逼迫で今後も値上げされる可能性が高く、ドーナツに限らずファストフードでも値上げが相次いでいます。たった10円の話ではないんですよ。実はディズニーでも値上げが始まるんですよ。ディズニー直営ホテルのレストランが値上げします。ディズニーホテルの一部レストランで来年3月31日よりメニューが値上げとなります。シャーウッドガーデンレストランでは平日ランチで大人13歳以上で4000円から4500円に値上げ。ドリーマーズラウンジではアフタヌーンティーが4500円から5000円に値上げ。エンパイアグリルではランチコースが5000円から6000円に値上げ。1000円値上げするってすごいですね。チックタックダイナーではスペシャルブレッドが1000円から1100円に値上げします。ハイペリオンラウンジではケーキセットが1400円から1600円に値上げ。スペシャルケーキセットは1800円から1850円に値上げ。期間限定ケーキセットは1800円から2200円に値上げ。これは400円値上げになります。2022年からの物価の上昇や値上げラッシュは止まらないようです。ミスタードーナツが値上げするってニュースを聞いたとき、やばい、ディズニーだったらチュロスが値上げするんじゃないかなって。パーク内のフードの値上げはまだ聞きませんが、このままだと値上げラッシュも忍び寄ってきてるような気がします。視聴者の皆さん、パークに入った時にこれなんか変だなぁと思ったら、私はディズニーシーでコーヒーに紙パックの牛乳を買おうと思ったら、初めてなんですが紙パックの牛乳が売ってませんでした。人数が増えたからか、
物流がうまくいっていないのか、わかりません。視聴者の皆さんも気づいたことがあったら、コメント欄に書いてください。値上げのニュースで、ちょっと気分が下がってしまったので、ディズニーシーの素敵な景色を見てください。Ha ha ha ha!